イスラエルのネタニアフ首相が、来月二十四日にアメリカ議会で演説することが六日、明らかになりました。イスラム組織ハマスとの戦闘が続く中、アメリカに支援の継続を呼びかける見通しです。 アメリカ議会の共和党指導部によりますとネタニヤフ首相は来月24日に開かれる上下両院の合同会議で演説するということですネタニヤフ首相は正当な戦闘についての真実を伝えると声明で述べたとロイター通信が報じていますパレスチナ自治区ガザでの人道危機が深刻化し国際社会からの孤立が深まる中今回の演説でアメリカとの結束を呼びかけるとみられます ただ民主党の中にはすでに演説が行われる会議への出席を拒否する意向を示している議員もいるということです。